FM うるま情報局。この番組は FM うるまの提供でお送りしております。毎週水曜日はうるま警察署ポリスステーションうるまのコーナー。本日は生活安全課荒垣さんと警備課前さんにお越しいただきましてお話を伺いました。 この時期になりますとやはりですねあの災害の意識の高揚ということで CM ですとかいろんなテレビの番組なども、ね、増えてまいりますけれどもぜひ皆さんもご家庭で今一度ご確認をお願いいたします。日頃からの備えが大切ということで非常用持ち出し袋はありますか災害に遭った際公的機関からの対応は最短でも12時間以上かかると見られています。 避難場所での生活必需品や医薬品貴重品などは日頃から用意しておきましょう例えば非常食は缶詰やビスケットドライフルーツや即席ラーメンなどお水は1人1日3リットル3日分程度の用意を生活用品としてはライターやマッチナイフやティッシュビニール袋など衣類は下着や上着靴下タオル 防寒着雨具などのご準備もしていた方がいいそうです緊急薬品また常備薬などですね絆創膏やガーゼ包帯消毒薬そして日頃から飲んでいるお薬などもご準備してくださいまた貴重品として通帳や免許証保険証などもすぐね取り出せるカバンの中に入れていた方がいいと思います また、現金は紙幣よりは硬貨の方が使用頻度が高いということで、実際にあのジュースを買おうと思った場合にね、1000円以上だったら入らなかったということや、お釣りがなかったということがあるようですのでね、ぜひとも硬貨の方で少し準備していた方がいいと思います。また、携帯ラジオや懐中電灯、ろうそくなどもご準備しましょう。以上、ウルマス警察署からのお知らせでした。 続いてのお知らせですうるま市役所防災基地障害課からのお知らせですうるま市石川で不発弾処理が行われます平成29年1月20日にうるま市石川にて5インチ漢方弾1発が発見されました それをですね3月6日月曜日来週の月曜日午前9時から午後12時ごろまで爆破処理をするということです処理する不発弾は5インチ漢方弾爆破場所はうるま市、石川住所の方が3274の73274の7となっております 立ち入り制限区域は半径88メートル以内ということですので、えー、市民の皆さんは不発弾処理作業時間帯は危険ですので侵入禁止区域内に立ち入らないようにお願いいたします場所はうるま市石川3274-7ということで、えー、石川のですね少年,自然の上少,年少年自然の家そしてうるま市民の森公園 の方から見ると少し南側になりますそちらの方ですね侵入区域、侵入禁止区域となるところがありますので、お近くの方、またその付近をね普段通っていらっしゃる方、3月6日月曜日午前9時から12時頃まで不発弾爆破処理作業が行われますので、侵入禁止区域がございます。詳しいいお問い合わせ 場所はどこですかですとか正確な位置を知りたい方という方はねお問い合わせうれま市役所防災基地障害課電話番号は098979-6760979-6760へお問い合わせくださいもう一度繰り返しますうれま市石川で不発弾爆破処理が行われます日時は3月6日月曜日 午前9時から12時頃までを予定しておりますえ爆破場所はうるま市石川3274-7爆破処理する不発弾は5インチ漢方弾1発となっておりますえ市民の皆さんへ不発弾処理作業時間帯は危険ですので侵入禁止区域内に立ち入らないようお願いいたします以上うるま市役所 防災基地障害課からのお知らせでした続いては暮らしの総合行政相談所からのお知らせです3月1日水曜日は午前10時から午後4時まで行政相談を受けたまわっております道路や福祉のことなど国の仕事やその手続きサービスについて困っていることやどこに相談したらよいかわからないといったことはありませんか 沖縄行政評価事務所の職員や行政相談委員が相談に応じます場所は那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります暮らしの総合,行政所総合行政相談所までお気軽にお越しください、えー、また電話での相談も受け付けます電話番号は098-836-4910836-4910までお問い合わせください 以上暮らしの総合行政相談所からのお知らせでした続いて天気予報をお伝えいたします沖縄本島中南部北部本日のお天気は北東の風の地北西の風やや強く雨ところにより雨の始め頃まで雷を伴うでしょう波の高さは1.5メートルうねりを伴います降水確率はこの後夕方6時まで70% その後は60%の予報です日中の最高気温は名古屋・那覇ともに19度明日の沖縄本島中南部北部のお天気北西の風やや強く後強く曇り波の高さは2メートルの後4メートルうねりを伴うでしょう降水確率は明日午前6時まで20%その後は10%の予報です 明日朝の最低気温、名古屋は十四度、那覇は十五度でしょう。日中の最高気温は名古屋が十七度、那覇は十八度の予報です。沖縄本島地方では、今夜の初め頃にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また、明日明け方から北西の風が強く吹き。 沿岸の海域ではうねりを伴い波が高まる見込みです沖縄本島地方は気圧の谷の影響で雨が降っており先島諸島は曇っています大東島地方は高気圧に覆われて晴れています今日の沖縄地方は気圧の谷の影響で曇りや雨の天気となり沖縄本島地方は雷を伴うところがあるでしょう 明日は沖縄本島地方と先島諸島は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りところにより弱い雨が降るでしょう大東島地方は午前中は気圧の谷の影響で曇りや雨の天気で午後は寒気の影響で曇る見込みです沖縄本島地方では今夜の初め頃にかけて発達した 積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してください沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょうなお沖縄本島地方と大東島地方はうねりを伴うでしょう以上天気予報をお伝えいたしました本日のお相手は宮城香里でしたこの後は音楽をお楽しみください